福岡県小郡市の給油所、ガソリンスタンドの霊昭和シェル石油カラーのタンクローリー昭和シェル石油株式会社は2020年まで存在した日本の石油元売り企業である。2016年12月18日まではオランダに本拠を置くロイヤルダッチシェル参加のシェルペトロリアムが筆頭株主であった。2019年4月1日に イデミツコさんの完全子会社となり経営統合。それ以後、日本国内で昭和シェル石油が展開していたシェルブランドはロイヤルダッチシェルからのライセンスによりイデミツコさんが展開する。旧会社は2020年7月に RS エナジー株式会社に称号を変更した。グループで合計4カ所の製油所を保有し、系列のサービスステーションは 国内およそ4900カ所で、セルとグループのダイヤ小石等が展開する商業、施設等に併設されているセルフ式スタンドのファンタジスタがある。このうち、シェルの看板については、イデミツの看板と共に2021年4月以降、アパロステーションに一本化される予定。昭和シェル石油は、石油元売りの一つであった、昭和石油と石油製品の輸入、 販売業務を行っていたシェル石油が1985年1月1日に合併して発足した。旧昭和石油は富士山マークで親しまれており、現在も子会社であるアキラ石加工のマークとして使用されている。優化証券報告書はグループの事業を石油事業、エネルギーソリューション事業、その他事業の3分類とし、石油事業が中核事業で、 平成24年度の売上高は、グループ全体の売上高の約96.5%を占めていた。石油事業の主製品は、ガソリン、軽油、灯油、軽油、重油、ジェット燃料のような各種燃料油や各種潤滑油、アスファルト、ナフサ、液化石油ガスなどで、これら石油製品は、子会社の昭和四海区石油及び、東亜石油に委託し生成するほか、 グループの西部石油や日本グリースから購入していた。一般消費者や大口需要家へ、グループ企業や系列特約店から販売した。ベンゼンキシレンプロピレンなどの石油化学製品も製造していたが、これらはシェルグループのシェルケミカルズジャパンに販売されていた。不動産事業の内容は昭和シェル石油が行うビルなどの不動産の賃貸、管理であり、 その他事業の内容は、グループ会社が行う天然ガス火力発電所の運営や太陽電池モジュールの製造販売などであった。子会社ソーラーフロンティアを中心に太陽光事業を積極的に推進しており、2007年から宮崎工場を稼働させ、2009年の民主党政権による余剰価格買い取り制度と、 固定価格買取制度成立を追い風に、2011年に年間生産能力が単一工場として、世界最大級の国府工場を稼働させるなど、次々と工場を増設、民主党政権が終わり、FIT 法が改正され買取額の低下や、電力各社による新規買取停止が進む中でも、東北工場を新設し、CIS 白膜太陽電池の生産を拡大している。 2015年に、いでみつさんと経営統合をすることを発表したが、いでみ創業家の反対により、統合自体が頓挫していた。2016年12月19日までに、公正取引委員会の審査が完了し、同日をもって、ロイヤルダッチシェルは議決権所有割合ベースで31.2%の株式をいでみつこうさんに譲と、いでみつこうさんが、 筆頭株主及びその他の関係会社となった。2018年7月10日に、井出光興産と経営統合に関する合意書を締結、両社の株主総会で統合が承認され、株式交換による経営統合を実現するとした。2018年10月16日、2019年4月1日に、井出光興産を完全親会社とする、 株式交換による経営統合を行うと発表した。昭和シェル石油の株式は2019年3月27日に上場廃止となった後、同年4月1日に出光興産と昭和シェル石油は経営統合した。2019年7月1日に昭和シェル石油の事業を出光興産に継承する会社分割を実施して昭和シェルは 人事や法務等の部署を除きすべて廃止し、いでみに統合した。2020年2月14日に、同年4月1日付で、昭和シェル石油と同社のすべての従業員との間の雇用契約に関する権利義務を、いでみつ交に承継させる九州分割を行うと発表した。2020年3月9日に、シェルインターナショナルペトロリウムカンパニーリミテッドと、 イデミツコ産の間で、シェルブランドの潤滑油事業の譲渡に関する協議を開始した。シェルブランドの潤滑油事業は、昭和シェル石油の経営統合を前に昭和シェル石油から分社され、会社分割により、イデミツコ産に、親会社が移動したシェルルブリカンツジャパンに承継されて、いたが、シェルインターナショナルの要請により、同社に同事業を譲渡し、潤滑油におけるイデミツ、 シェルの両ブランドの運営体制を独立させる目的。その後、同年8月6日にシェルインターナショナルの関係会社のシェルオーバーシーズホールディングス、リミテッドとの間に株式譲渡契約を締結、同年12月30日に譲渡された。なお、シェルルブリカンツジャパンでは、シェルブランドの業務用潤滑油だけでなく、ガソリンスタンドで販売される。 ヒリックス等の自動車用潤滑油も扱っている。また、同社の参加には、シェルの二輪車用オイルのシェルアドバンスやペンゾイル、クエーカーステート等を日本国内で展開する、レッドイエローがあり、両社の製品は2020年7月の時点では、国内で生産されている。他に、主に両社の潤滑油製品の評価を行う SV、C 東京もシェルルブリカンツジャパンの子会社である。 2020年3月16日17日の日本経済新聞で、いでみつこさんが2021年からガソリンスタンドのブランド統一に着手すると報じられていた。同年6月19日にその概要が発表され、2021年4月より、いでみつとシェルの各ブランドを新ブランドアポロステーションに揃え、会員カードの共通化もされる予定としている。これにより、 日本市場で外資系の石油元売りが展開する有名ガソリンスタンドが消滅するとともに日本でも長年にわたり親しまれた貝殻マークのシェルのガソリンスタンドが国内から姿を消す。経営統合及びトレードネームイデミツ昭和シェルの使用開始後のキャッチコピーはイデミツさんと共通で人は無限のエネルギーであった。トレードネーム使用開始前はずっと走ろう。 シェルと走ろう、入りたくなるまた来たくなるなどのキャッチコピーを使用していた。また、昭和石油とシェル石油の合併時のキャッチフレーズは、昭和シェル年であった。これは合併前日の1984年12月31日付の全国紙、地方紙に合併当日の1985年1月1日付の日韓燃料輸出新聞に掲載していた。 全面広告で使用されたもので、その文字が筆文字で大きくアピールされていた。その他、富士石油からも製品の供給を受けている。ありがとうございます。